昨日のツグすごかったな。もっとこうしようってみんなにどんどん提案してて、もしかしてツグこの前ライブした時からずっと何か考えてたのかも。私もあの時のライブがずっと引っかかってる。ううん、もっと前だ。ロゼリアのあのライブを見た時から。すごかった。なんていうか、ほんとすごかったよ、ロゼリア。なるべく考えないようにしてた。あのライブは今のアフターグローのライブとは全然違うって感じたこと、二つを比べちゃってちょっと焦ってること、こんなのみんなには言えないよね。なんだかアフターグローがロゼリアに負けてるって思ってるみたいだもん。でもみんなはいつも通りだし、だったら私もいつも通りでいようってそう思ってたけど、それってアフターグローにとっていいことなのかな。私リーダー失格かも。やだな、このモヤモヤする感じ。お、メッセージ、リミから。これを拾ったんだけど、ひまりちゃんたちがお揃いでつけてる人形じゃないかな。ほんとだ、これって私が作ったお守りって、あれ、なんでリミが私のお守りは。嘘、ないないないよ。昨日のスタジオまではついてたのに。ってことは私落とした。じゃあこの人形はひまりちゃんのだったんだ。連絡して正解だったね。リミ、かすみも本当にありがとう。どういたしまして。ちゃんと届けられてよかったよ。あそこのカフェの前に落ちてたんだ。全然気づかなかった。今度から気をつけなきゃ。そういえば2人は楽器持ってるけど、ポピパの練習？今日はかすみちゃんと個人練習なんだ。ゆきな先輩たちと合わせる曲を練習したくて。そう、ホープって言うんだけど、すごくいい曲なんだよ。練習も楽しくて、みんなで合わせるとワクワクするんだ。ゆきな先輩やまやさんはもちろん、つぐみちゃんにもたくさん刺激をもらうよね。すぐに？曲のことすごく真剣に考えてくれて、つぐみちゃんなりの意見もいっぱい出してくれるんだよ。だよねだよね、頑張ってるけど楽しそうだなって思う。なんかそれわかるかも。あ、やっぱり。私ね、気になってセッション終わりにつぐと話してみたんだ。楽しく頑張れるのってすごいねって。そしたら本当ね、このセッションのおかげだと思うんだ。自分のバンド以外の人とスタジオに入って、これまで知らなかった新しい考え方を教えてもらえるから、それが楽しくてもっと頑張れるんじゃないかな。おお、これが作ってるってやつ。そうかも。今だってここで学んだことをアフターグローでも早く試したくてうずうずしてるもん。そしたらきっと私たちの演奏ももっとよくできるし、ライブだってもっといいものになる。それでいつかフューチャーワールドフェスのロゼリアみたいな最高のライブをやりたいんだ。アフターグローにだって絶対できるはずだから。あの時のツグ、キラキラしてたな。そっか、ツグはずっとそう思ってたんだ。私たちの演奏を今よりもっと良くしたくて、それであの時のロゼリアみたいな最高のライブを。
ひまりちゃん？もしかして、私も同じなんじゃ。ロゼリアのライブを見てから、自分たちの演奏と比べちゃって、ずっともやもやしてた。こんなの、アフターグローが負けてるって思ってるみたいで、誰にも相談できなかった。でも、きっとそうじゃない。私、羨ましかったんだ。ん？あんなすごいライブを見ちゃって、羨ましかったんだ。本当は心のどこかで、私もやりたいって思ってたんだ。でも、自分たちのライブじゃまだ足りなくて、もやもやして。相手がロゼリアだから、変に意識しちゃってただけ。私も、あんなライブがやりたかったんだ。よかったー。ひまりちゃん、どうしたの？ああ、ううん、大丈夫。もやもやが晴れて、ほっとしただけ。そうなんだ。さあ、二人とも、ありがとね。お守りもだけど、すっごく大事なことに気づけたよ。うん。ひまりちゃん、どうしちゃったのかな？わかんないけど、なんかちょっと、すぐと同じ感じかも。キラキラしてる。よーし、全力で頑張るぞー。